本日7名の死刑を執行しました。亡くなった人のことを考えるとですね、その関係者、まあ、私に関して言えば主人の両親であり、私の両親であり、もうすでに亡くなっているので、この執行のニュースを聞くことができなかったのは残念だったろうなと思っています。